こんにちは。あっこばあちゃんとゆきえの知恵袋です。今日は昨日に引き続き限定の御朱印です。若い子たちは限定に弱いです。もうこの時しかもらえない御朱印があるということで行ってきました。アジサイです。それではどうぞ。高森阿蘇神社は国づくりの歴史と自然を楽しむことができる穴場の神社です。もともとは矢村社と呼ばれており、竹岩辰野命の本拠地でもあるそうです。ここでの御朱印は管理をされてあるところに電話をして、そこのご自宅に取りに行きました。こんな御朱印でした。次はここ九州じゃ誰もが知る環境庁の名水百選に選ばれるほど有名な水源、白川水源です。常温14度の水が毎分60トンも湧き出て、熊本市内の中央を流れる白川の源となっています。ここは良質の軟水です。ここが水を汲んでみんな持ち帰っていいところです。ちゃんとじょうろとかがあります。さあ、チーフがいる。おばあちゃん飲んでますね。なになに、今日の木をほら切った後の割ったらどう、大学の味一応の木を切ったんよ。ってやるの食べた、うん、食べた。その上からずっとこう、うん、一応のあれを食べる。生命力ってすごいね。ここの水源の水は自由に持ち帰ることができ、加熱処理された水も販売されているそうです。ただし入るのに1人100円いります。そしてここは以前にキリンの午後の紅茶の CM のロケ地として使われたそうです。最近では出川哲朗の充電させてもらえませんかで出川さんが来られたそう。残念ながら今日も雨。さてさて、ここの中には白川義見神社があります。古くから水に対する信仰があったようで、水源地の横の白川義見神社に三つ羽の神という水神様が祀られているそうです。この神社は家内安全、交通安全、入学祈願に雨乞い祈願、そういったのに御利益がある神社さんです。そしてここでの御朱印はこちらです。ちなみにこの御朱印は300円だったそうです。そして最後はここ福岡県柳川市三橋町にある三柱神社です。ここは初代柳川藩主立花宗茂、別紀同節 宗茂の奥様である3人を祀った神社だそう。この神社の御利益は成就、復活、縁結びだそうです。有名なのは花手水。ちょっとアジサイがくたびれてましたけど、でも珍しくて綺麗でしたよ。本当にここは広くって歩きました。この雨の中そしてここ祭神って書いてあるのに、戸隠神社、水天宮、あと加藤清正公の加藤神社って書いてありました。そしてね、
手足腰の病の守護神だそうで、おばあちゃんは早速お参りしてました。奥は安産祈願のよう。さあ、ここで季節限定の御朱印がいただけるそうです。それがこちらです。ちなみに料金は800円だそう。いかがでしたか？雨の中とぼとぼと歩きながら御朱印をいただきに神社にお参りさせていただきました。何かご利益あるかな？ということで今日はこの辺で。それじゃまた。このチャンネルでは89歳あっこばあちゃんの元気の秘密、おばあちゃんの手料理、家庭菜園、昭和の知恵、旬の食材、九州のパワースポットなど配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。